インドネシアの大統領は、インドネシアの元首であり、政府の長である。2001年の憲法改正以前は、国民協議会によって選出されていたが、2001年の改正憲法で、政府大統領のペアを国民が直接選出する、方式に改められた。第 6A 上、第2項では、総選挙に参加する政党または、政党グループは、総選挙の実施前に、 一組の大統領及び副大統領を提案するとされている。第三項では一組の大統領及び副大統領候補は総選挙において50%以上の票を獲得し、かつインドネシアにおける全州の少なくとも半分以上の州において最低20%の票を得た場合に大統領及び副大統領に任命されるとされ、 その要件を満たす候補者ペアがいない場合は、第1位、第2位の候補者ペアによる決選投票が行われる。任期は5年で、再選は1回までとされている。1999年の憲法改正以前は、再選回数の制限が憲法で規定されておらず、スハルトの32年に及ぶ独裁政権を可能にしていた。大統領が死亡、辞任や、 職務遂行不能などでかけた場合は副大統領が残りの任期を代行するが、政府大統領が共にかけた場合は、外務大臣、内務大臣及び国防大臣が共同で大統領の職務を代行し、3ヶ月以内に直前の選挙で得票が第1位及び第2位の票を獲得した、政府大統領の候補ペアを提示していた政党、または政党連合が大統領及び、 副大統領候補を推薦し、国民協議会が残りの任期についての大統領及び副大統領を選出する。ありがとうございます。